ドラゴン・リブレは日本の覆面レスラー。2016年4月17日、プロレスリング・フリーダムズ・広島マリーナ・ホップ大会でフリーダムズ初の生え抜きレスラー、練習生マスクの名前で、プレデビュー。5月2日、フリーダムズ・後楽園、ホール大会のタイマンモス・佐々木戦でデビュー。6月6日、暗黒プロレス組織666、新規バファーストリング大会で、 左膝じ帯を断裂して長期欠場。9月22日、フリーダムズラジアントホール大会で復帰前のエキシビジョンマッチ。10月16日、宮古島トゥリバー地区で開催されたフリーダムズと琉球、ドラゴンプロレスリングとの合同興行宮古島プロレス祭り2016で復帰。二千十七年一月から五月、全試合負けたら首を条件として、 試練の七番勝負が行われた。一月二十六日、木高勇美 VS ドラゴンリブレ二月十一日、荒井健一郎 VS ドラゴンリブレ三月二日、丸山厚志 VS ドラゴンリブレ三月二十三日、高井岩隆一 VS ドラゴンリブレ四月八日、新総研高 VS ドラゴンリブレ四月十六日、バラモンケ K& バラモン州 VS、桃田三つ男ドラゴンリブレ五月二日、 佐々木隆 VS ドラゴンリブレ結果は7戦全敗で首が決定してしまい、最終戦終了直後は不尊な態度を取りつつも残留を懇願し、佐々木の恩情で首は保留されている。2019年12月22日のフリーダムズ小山大会で右肩を負傷し長期欠場。2020年8月9日、フリーダムズ新規バファーストリング大会の山と広志戦で復帰。 ありがとうございます。